異星生物うんたらが終わったんじゃねえの？終わってる。はい、異星生物機関の分析は完了しました。メッセージ、メッセージ来ない。あれ？待って、メッセージなんか言われた今。あれ？また増えてるよ。また10個。10個もある？あれ、今のなんかティア増えないの？なんか増えたでしょ。なんだ？うん？エイリアンオーガンのメディカル、あれか、吸入器の材料違いか。エイリアンオーガンって書いてあるから、この機関の、異星生物機関の、を材料とした、これか、吸入器が作れるようになる。まあ、大体ですね、いわゆる。これだね。これには使わないんだよね。異星生物うんたらは。だね。ってやつだ。でも、それって結局あれか、組み立て機で作るのかな。手で作れないんだよね、大体のやつって。で、あと、異星生物うんたら、あるね。12個あった。いけるいけるいける。研究しようぜ。これが。よろしく。さて、で、次の。あ、これのあれか、材料は？材料が？あー、まあ今はいいかな。モジュラフレームあんま足んねえし。で、レーダーがこれか。もうできてんじゃない？時間はあと7分か。天空の古城やるか。とりあえず数だけ見てみようか。これだっけ？違った。どっちまか。あ、なんか動いてんのこれ。ちょっともっと高い位置で見たいな。あれ、今動いてなかった？あー、そうか、材料ねえから止まっちゃってんだ。動いてるとこ見てえな。入れていい、こんだけ。300個だけ入れて。入ってくれば動き出すはず。多分このゲージが動いてる間にメカが動くんだよ。メカっつうか。これもいいや。ほう。やってますね。車の工場みたいなアームが。アイアンマンスーツ作れんじゃないのこれ。あ、もうできたの？あ、できたみたい。早いね。これのせいか。よし、まあこれはこれでいいでしょう。で、向こうか。いけねえし。これだ。違うよ。こっちだよ。できてるね。で、時間がまだダメか。あと5分か。よし、じゃあですね。天空の古城やろう。アイテム整理して、もう一回いきます。さてですね、次にやらなきゃいけないことがありまして、当たり前のことなんだけど、銅が足んないんだよね、これ。あ、で、俺、ここにもう設置しちゃったのか。銅を持ってきて、銅鉱石ね。ここから流して入れられるよね。これ、銅にしてあるんだよな、多分。してねえわ。まあ、銅ですよ、これが。銅にして、ちょっと、これだとね、いっか、ここでも。なんとも言えねえな。ここで作っちゃうと、銅線を作る場所が遠いんだよね。ここ出口で、ここ通っていって、でもこの上かな。この上を流す向こうに。銅のインゴットを。で、銅線を作るのがこっちになるね。もっとさらに。結局土台か。土台になるのか。そっかそっかそっか。まあ、あの辺から、銅線を使う、作る羽目になるんで、だったら、炉をこっちに持ってきちゃった方がいいんじゃないかっていう気がするよね。でもこうなってんのか。あれちょっと邪魔だよね。いっか。
そうね、あそこで銅のインゴット作っちゃうか。やっぱここまで引っ張ってきましょう。銅専用のインゴットね。でちょっと土台をやろう。よし、結構広い感じで台座が置けたので、台座だっけ、なんだっけ、名称忘れちゃった。それ忘れるかっていうか、土台ね、台座じゃねえわ。でここに引いてくるんだけど、まあ上かな。銅のインゴットをこの上に流しちゃおうかななんて思います。いいのかなそれで。そうすると銅のインゴットがこっちじゃねえか、色はあんまり使い分けてる感じじゃねえか、どっちもいいんだけどな。まあ、そこ通って分岐してそこに入ると。ここの壁はだからいらねえよな、もう。もはや置けない。あ、ここの壁も二重すればいいのか。いるかこれって感じだけどね。4、5個。はい。こんな感じ。こうなって、分岐。うわー、やりづら。こうしかねえか。こんな風になっちゃうのか。そっか、そうだよな。はい。上だよ、上。こっからこうなる。はい。で、あと同じような感じだな。形的には。銅のインゴットが飛んでくるので、いや、飛んでは来ないけどね。ケーブルとワイヤーだよな、必要なのは。4つ？ 4 つやりますか、じゃあ。はい。で、いつも通り組み立て機。向こう向き。制作機か。そろそろ電気やばくね？大丈夫なのかな？ここ。ダメだったか。これが俺クオリティ。こうかな？ダメだったか。あれを見習って、あ、縦枠わかんねえのか。ここじゃないんだ、一個向こうなんだよ。そう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 。これ正解。ここね、はい。ここ。こんな感じ。ほい。まあ、ここまで同じだ。あと問題はワイヤーからケーブルを作るときどうするかだよな。ずれたよね。ほい。ここ。わあ、またずれた。おのれ。ほい。で、また分岐か。これもな。同じことやってっからね。なんかやっぱ自動でやってほしいもんだが、こう、ん、こう、こんな感じ。よろしく。さて、インゴットどうしようか。インゴット。そっち先やったらよくねえか？そうだよね。ケーブルだけやってもしょうがねえよな。うん。はい。インゴット。インゴットをやるには、銅鉱石を持ってくる必要がある。銅鉱石を持ってくるのはここ。
まあ、これは4つ、またここまででいいんじゃないか説があるよね。はい、でまあとりあえず、はい、こうなってこうなって不思議な形になってきた。これがこうなる。あー、こうしてここに合流だよね。変な形、合流こうで、行くね。これだ、かなり無理やり。うん、これ銅鉱石です。でこっち流れていって、またこれ分岐でやってるのか。まあ分岐使うとね、分岐してなくても直角に流すことができるっていうのが結構利点なんじゃねえかっていう気がする。でこっから流れていってワイヤーが作られるってことは、やっぱりあと向こうに銅鉱石を持ってこないといけないんだ。銅鉱石どっから持ってくるかだよね、問題は。どうしよっかね。あとどのルートを通ってくるかとかね。ここだよね。これにどうやって持ってくるかだよ。あ、同じでいいのか、じゃあ。本当に？ここでしょ？うわめっちゃ迷うね。隣のレーン使っちゃうか、ここ一個のやつにして。壁はこれでいい気がすんな。壁こう、二個三個の使い方が分かんねえな、ほんと。はい、これどうです。銅鉱石がここを通ってきます。はい、ほい、ここね。全然話飛ぶけどさ、俺いらない鉄を捨てるシステムどっか作んなかったっけ。これなんだっけ、これいらない石炭システムか。そこら辺もなー、なんかうまいこと、このいらないシステムをなんとかしたいよな。あ、それであれか、スマート分岐とかやればいいのか。まあいいか、とりあえず後にしよう。え、なんで戻ってきたんだっけ。銅鉱石か。銅鉱石をどうやって運ぶかを決めないといけないっていうのと、あと、いらない銅鉱石捨ててこようぜ。ある？鉄、石灰岩。まあいいか。これもまた後で、またまとめてやろう。で、銅で銅。どこにあるんだっけ。あそこに2つある。向こうにもある。使ってないのあんだっけ。それから持ってきちゃうか。 300m っつうのがあるから、あれは取ってないんじゃないか。確かあの川の向こうだよな。でここ突っ切っちゃって、そうすっか、ある2個分のあれ、2個分のっつうか、あの携帯あれが2個ないと鋼のパイプがねえじゃねえか。目の前にあるじゃねえか、素晴らしい。であとこれが1個あればいいんだな。まあ、作れるだろう。これじゃねえや。これだ。はい、オッ
ケールね、OK。で、200。引いてっちゃうよ、もう。取れなかった、今。はい。あれね、あっちあっちあっち。ワイヤー長すぎます。角度。はい。あと100メートル。あれか。あ、通り道がある。これか。銅鉱石。壊れねえな。さあこれで、はい、入れちゃう。まあつなげちゃおう。まずはね、電気足りてる？大丈夫ね。動き始めた。でこれを持ってくんだが、まあ、リフトとか使えばいいか。こういう時便利だな、やっぱな。リフト、リフト。こんな感じ？電柱が邪魔になるかな？こっちの方がいいか。逆向いてね。合ってるか。高さが分かんねえな。このぐらいかな。はい。大丈夫。もう一個高い方がいい。上からやった方がいいのか、これ。基本的には。ベルト、それね。あれまで来てるから、まあ、この辺に。こうして、この位置。はい。OK？ OK ね。一瞬消えてたね。さあ、あとは、引っ張るだけ。錆びちゃう、錆びちゃう。角度が急すぎます。ダメなんだ。ここ取ってた方がいいのかな。はい。足りるかね、これ。いや、突き入ってっちゃうか、俺。そのうち、いやー、でも、ショートカットをさせるための、なんか曲がりくねった部分は後で外してまた置き直せばいいから、ある程度迂回してもいいか。迂回するか。無理やり引いてます。はい。さあ来たぞ。かなり無理やり。ここまで。そこ、はい。うわー、邪魔だな、やっぱな。どうすりゃいいんだこれ。登るところと鉱石を乗せる場所を同じ高さにしなければいいのか。ちょっとやっぱ邪魔になりそうだな。まあ一箇所がない。すげえ使ってるけど、強化鉄板。あと200枚か。上でも作れるようにした方がいいね。うん、どうなんだ。あ、下ろすのか、まず。ここだっけ。だから直線でいいのか。これが許されるっていうのはな、本当はダメなんだろうな。これね。で、ここから銅鉱石が入っていく。
真ん中この辺そうなります。来たぞ。こうしようか。5台あんだよな。で1台は使ってないので、まあ置くだけ置いとくか。はい、まあ、繋げとくか。できたぞ。で銅鉱石、銅のインゴット、はい、できた。であとはこっちか。銅鉱石来ないね。あっ、つかなんか止まってんね、これ。ついにいっぱいになったか。銅鉱石来ませんね。来てる？あれ来てる？あんま見えないんだけど。どうなのこれ。あ、来てるね。やっときました。で、120個来るんだ、これで。いやー、壁。壁邪魔ですな。でここを通り、ここから分岐、こっちへ入り、銅のインゴットになって出てくると。よしよしよし。でここで合流、直角に曲がる。でここで入っていってワイヤーが作られると。ワイヤー、ワイヤー、ほいよ。よし、じゃあですね、研究の方行こうぜ。あの水晶うんたらそろそろやれるでしょ。なんだっけ、ティア5のなんだっけ、レーダータワーか、あれやろうぜ。サビ子25個、これで材料 OK かな。レータータワーやってみようぜ。これ入れて、モーター100個入れて、水晶発信機と、ビーコン、はい、よろしく。レーダーテクノロジー、レーダーテクノロジーアンロック、オートマチカリーチャーツアンドアップデートザマップ。レーダータワーってのが建てられるようになった。レーダータワー。組織化が？これだ。15個と、何ができるんだろうね。建ててみたいよね、やっぱね。水晶発信機15個か。俺外しちゃったっけ、あれ。外してねえよな。材料入れて、あと15個作っといてもらおうか。石英足んねえか。これじゃねえや、向こうか。足んないよね。ぴったりやめときゃよかった。10個だもんね。どのうち足んねえか。ケーブルと強化鉄板。全然足んねえわ。いや、でもレーダータワー建てたい。強化鉄板。ケーブル？ケーブル持ってくか。ケーブル強化鉄板、石英結晶あったかな？石英結晶ねえな。向こう行かなきゃねえか。あ、ねえな。そうか。オッケー、じゃあちょっとケーブルと強化鉄板をあそこぶっ込んで、あと石英結晶大量にあれば、石英発信機、なんだっけ、名前がよくわかんねえな。水晶発信機、エクスプローラーでも使うからちょっと多めに作っとこう。
ですね。わー、先にやっちゃうか。強化鉄板と、なんだっけ、ケーブルね。もうなくなってるわ。こんぐらい入れて、まあこんぐらい入れて、あと石英結晶ちょっと持ってくるわ。今余計なもん入ってなかった？大丈夫これ、詰まってない？詰まってるよね。ダメなやつだこれ。オッケーオッケーオッケー。はい、では石英結晶たくさん持ってくるぜ。インベントラ空いてる？空いてんね。よし、行ってくるぞ。さあ持って帰ってきた。あと5、6分かかんないと、待たないとあれがやれないんで、まあどの道入れとくか。よろしく。はい、さてあと何かあったっけ。あれはどうなった、異星生物機関のなんだっけ、研究研究。そろそろ終わったかな。お、終わってんね。なんだ次、異星生物機関の分析が完了しました。はい、 No message。 なくなっちゃったね。まあさすがにでもあれじゃないの、なんかティア解放されたんじゃないの。4 Nothing 5 Nothing。 鉄拳ショットガン、ほう、あ、ショットガンなんて、バイオマスなんで。ちょっと早く、あと4分いけるよこれ。これやろ、鉄筋ショットガン撃とう。ちょっと待って、ワイヤーね持ってくる。ここに来て新しい武器来たね。ワイヤーが3000ね。オッケー、はい、ちょっと待って、ちょっと待って、早くやらして、頼む頼む、やらして。じゃあね、俺頑張ってね、今のうちのあれ作るわ、手で。あの水晶結晶いくつできた。15個必要、ちこれじゃねえわ、同じ過ちをしたわ。15個、あとすぐできんじゃん。あ、そう、じゃあ頼むわ、超特急で。はい、電気大丈夫、グッとあるじゃんこれで。まあでも1500か、全然間に合ってんな。で間欠泉のやつできるんだ、それ忘れてたけどさ。地熱発電機、スパコン8で使うんだ。でもこれ燃料いらねえんだよね多分ね。電極マーク3、キャンハンドルアップトゥ10、すごいね。最大4本まで、最大7本まで。あれ前これ8本じゃなくて6本じゃなかったっけ、修正されたのかな。あの10までつけられる、これすごいけどコストもすごい。いやそんなでもねえか。いやすごいな、やっぱクイックワイヤーじゃねえんだ、高速コネクタなんだ。これケーブル分ないよね。あでもポールだけかこれ実際のところ。そっかそっか、そのうちこれに変えることになるのかな。まあいいか。さてあと2分半待つか。よし待とう、目の前で待ってるわ。入れられるだけ入れられるのかな。説明文を読んでワクワクしながら待ってよぜ。鉄筋ショットガン、いいね、シンプル、弾をばらまく、素晴らしいね。でバイオマスは未加工の生物由来物質よりもはるかにエネルギー効率が高い。でもさ、あの異星生物のバイオマスって俺やったよね。さらに上があるってこと、あれも代替だからこれじゃなきゃ作れないでしょ多分。異星生物広角、あだからあれか、異星生物器官の方をバイオマスに変えるやつかってことかなと思われる。いくつできるんだろうこれは。ちょっと待って他の選択すると消えちゃうんだね。この
異性生物口角1個から100個できるんだよね。ああ。で、向こうのもう1個の方は200とかかね。あと1分半待ちます。よし、じゃあ次やるぞ。ついに脳筋ショットガンを、ちょっと違うな、これとモーターと3000入れた。よし来たぞ、鉄筋ショットガンね。はい、来た来た来た、鉄筋ショットガン、ニューパーツ、はいはいはい。何が覚えられたんだ。バイオマスは多分あれだよね、先にそっちを見ちゃうよ俺、楽しみ後に取っておく。バイオマスはおそらく機関の方ね。はい、これ何、異性生物機関、そうだね。あ、同じだ、数100個か、変わんないね。そうなんだ、よし、まあ、これはいい。さあ、メインディッシュ。鉄筋ショットガン。切った。鉄筋ガンが2つね。任せろ。鉄筋ガン1個、作って、どっか入ってるでしょ。で、ネジと、はいはいはい、待って待って。鉄筋がこれいる？鉄筋がねえな。あれねえな。あったあったあった。と？コンクリのやつとネジ？オッケー、待ってて。持ってきたぞー。これでいけんだよな。よし。金ショットガン作るの時間かかる。あと弾か、弾はロッドだっけ。鉄筋ショットガン、はい、まずこれを装備しようぜ。どれだこれ、弾をばらまく、よし、装着。なんか色が紫になってる、日陰だからかこれかな。鉄筋弾薬一発だけど、待って待って待って、専用の弾なのこれ。これでいいんだよな。ん？いいんだよな。リロードするよ。はい。あ、違う、待って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 、あれ弾は、ん、待って待って、弾これじゃないの。おや、弾、え、これじゃねえの。ちょっと待って、弾がないっていう大事件。え、これじゃねえのかい。めっちゃ作ってますけど、あれ、マッチ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 、弾がねえ。そんなバカな。今作ったやつは断裂鉄筋はこっち用のやつだよね。あら、弾がねえとか、そんなことあるのか。これが普通の鉄筋ガン、鉄筋ガン、これはリロードできる。まあそりゃそうだわ。リロード刺さるんだよねこれね。ガション、まあこれだわ。でこっち、リロードできません。なんだ、弾薬じゃねえし、何か俺見逃してる。これじゃないよね。
わあ、なんじゃろう。何か、何か、何か。うん、ダメっぽい。組み立て機とかじゃないと作れない系とかあんのかな。いや、関係ないよな。いや、ダメっぽいね、これ。そっかそっか、未実装か何かって感じか。ありゃまー、これに新しく追加されたりしてないよね。いや、もしかしたらこのノーベリスクとか、あと普通の弾薬の方が弾代わりになるのかもしれない。もしくは今の状態で研究が増えてるのかもしれない。増えてなかったかもしれない。なんじゃろうね。よし、弾がねってことで諦めよう。そういうこともあるのか。悲しいな。見た目同じだもんね、これ。鉄筋ガン、鉄筋ショットガン、諦めよう。さらばだ。弾とかないよね。あとこれだけだもんね。いやー、とりあえず研究はほぼほぼって感じだね。となるとやはりあれか、これだね。円形数行くべきだろうね。あれ、なんか、ん？あ、これ世界つながってない。なんかここのこの出っ張り、ここだよね。あ、もしかしてずーっと進めばさ、回れるってこと？星みたく。まあいいか。ということで、いい時間なんで今回はそろそろにいたしましょうか。どうしようかな。これ行くにしてもある程度天空の工場を軌道に乗せてから行った方がいいよね。まあそれも含めて次回考えますか。ということで今回はここまでにいたしましょうと言いたいとこなんだけど、これ見たい？見たいよね。よし、次回にしよう。レーダータワーは次回で。はい。もったいぶってまた次回。それではまた。